アーウィンショーアーウィンショーは、米国の劇作家、小説家。出生名は、アーウィン・ギルバート・シャムフォロフ。ロシア系ユダヤ人。ニューヨーク・ブルックリン区生まれ。ブルックリン・カレッジ卒業。1936年に、戯曲、死者を葬れなどでデビューする。ファシズムの危機を警告した、ブルックリン神話連作を書く。1944年、ウォーキング・ルーン・デッドで、 王・ヘンリー賞受賞。1948年、第二次大戦における連合国とナチスの若者を描いた長編小説、若騎士たちを観光。1970年には、リッチマン、プアマンがベストセラーとなった。短編も多く、夏服を着た女たちは、洒落た短編として、日本でもしばしば話題に上る。時は新兵が多く訳している。 娘心、フランス風に夏服を着た女たちの地高段社文庫、審判2004年、高段社文芸英文庫、高段社英語文庫も、観光ニューヨークは闇に包まれての地高段者文庫、高段社英語文庫も、観光緑色のラフの地、緑色のラフ修英社文庫、1991年、サマードレスの女たち小学館、文庫、2016年心変わり、の地高段者文庫、 ニューヨーク恋模様混合ダブルスの実行団者文庫、ニューヨーク恋模様、ありがとうございます。